まず露天風呂からの景色がすごい綺麗ですよね。そうですね、四季折々でね、いろいろ違いますからね、うん、夜とかも、ね、星がすごい綺麗に見えますね。女性も男性も 30-40代の方が多いかなと思いますけど、若い方も見えますし、年上の方もたくさん見えますね。たまにお客さんも言われるんですけど、来る途中とか窓から鹿とか猿が見える、やっぱ楽しんでいただけることの一つかなとも思います。空からね、お猿さんも見えますからねで、鹿もいたりして、自然の動物が遊びに来てますね。平日の午前中とかだと静かにゆっくりしたい方にはおすすめなんじゃないかなと思ってます。そうですね、露天風呂とかお風呂が貸し切りになる場合もあるから、四季折々のせせらぎ街道の自然がすごい豊かなところにありますので、おすすめかなと思います。